すごい。やべえ、時間、あ、もうダメだ、もう帰ろう。ダメだ、あ、ダメだ、拠点戻って、拠点に戻って、そして青ピクさんも回収しないと、あ、もうダメだ、もう。あれ、おかしいぞ。起きろ、死ぬぞ。あれ、今日で、予定ではね、この希望の森、まだ序盤の戦車から、残り3ついけると思って、そういう予定立てたけど、無理じゃん。解散。で、青ピクさんたちを回収しに行かないと。なんでこうなるの？あ、危ねえ。まあ、間に合いはするよね。危ねえ。終わってないし。待って待って、奥のあいつ何なんだよ。うわ、気持ち悪いよ、あれ。雲か？黒光雲だ。黒光はね、カブトムシとね、クワガタだけで結構なんだわ。それ以外のね、黒光虫はね、大体キモいんだわ。そんなの黒光差別だよってね、思うかもしれないけど、でもあの松崎しげるさんもかっこいいからね。はい。10日目終わったんだけどさ、パーツが手に入ってない。あの、大丈夫だよね。迷子いないと思うんだよ。ちゃんとこの拠点エリアに全員戻してない。一匹いる。くっそ、こういうことも起きてくるか。あれ、俺今日何を成し遂げたんだ。段ボール押しただけ。そう、なん10日目オニオンに戻してやらなかった君たちは全て姿を消したあの一匹だ。おそらく夜行性の原生生物たちの餌食になったと思われる。それで彼らは夜を空中に逃れて暮らすようになったのだろう。この星のことが少し分かってきた。10日経ちました。日没で死亡が29匹？それは違うよね。だって戦いで死亡したのもさ、10匹ぐらいはいたはずなんだよ。それがゼロじゃん。あれ？なんかおかしくなってない？どうしよう。